サメさん、英単語の授業がやってまいりました。本日607番目の今日の表現はロジスティックス。サメさん、意味はどうでしょう。物流管理ということでよろしかったかと思います。さあ、問題はなぜこのロジスティックスが物流管理という意味になるのか。そのヒントはスペルです。さあ皆さん、綴りをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。これですよね。ロジカル。このあたりでよろしいかと思います。で、もちろんロジカルと言われたら、論理的なということでよろしいかと思います。で、皆さん、問題はなぜ論理的なが物流管理につながるのか。皆さん、物流、物を運ぶ様子をイメージしていただけるとよろしいかと思います。皆さん、A 点、B 点、C 点ですね、物を運ぶ場合、当然 A 点の後は、まあ、B 点に物を運び、そして皆さん、B 点の後は、C 点に物を運びという感じで物を運んでいただけますと、皆さん、論理的に考えられていて、皆さん、効率がいいですよね。ですから、あくまでも、こういう感じで皆さん、B 点すっ飛ばしてですね、C 点に先に行き、そして皆さん、もう一回また B 点に戻ってくると、皆さん、これは論理的ではないですよね。効率が悪くなってしまいます。ですから皆さん、物を運ぶときに論理的に考える。そういうふうにイメージしていただきますと、皆さん、物流管理につなげるのは難しくないかと思います。いきそうですかね。ロジカル、論理的なも合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさっていただけますと幸いです。